こんにちは、フジパシックミュージックの浅妻一郎です。今日はスターティングオーバー、ジョン・レノンの1980年の、ダブルファンタジーっていうアルバムの中の一曲ですけど、その話をしたいと思ってるんです。だけど実はですね、これがなんで思い出の曲かというとですね、実はチャック・ケイっていう私がずっと仕事をしてきた人とのつながりが、とっても深い曲なんです。でチャック・ケイっていうのはですね、レッサー・シルっていう音楽業界の大物がいるんです。あのジェリー・リーバーとマイク・ストラーを世に出した人だったりですね、例えばリー・ヘゼルウッドっていうギタリストがいますけれど、ジョン・アイディとかリー・ヘゼルウッドを世に出す役もやってますし、ともかくまあそのアメリカの音楽業界での伝説の人なんですけど、そのレッサー・シルの義理の息子さん、要するにチャックのお母さんがレスターシルと再婚したんで、それでレスターシルが自分の義理のお父さんになったということで音楽業界に入ったわけです。ですからチャック・ケイと僕が知り合いになったのは69年に、チャック・ケイは当時 A&M レコードの音楽出版社のジェネラルマネージャーをやってまして、で日本の音楽出版社が全部その A&M のそのジェリー・モスのところにですね、お前のところの音楽出版社の権利をぜひうちにくださいということでお願いしてたわけですね。まあ当然我々も前にお話ししました、ハーバルパート・ティファナ・ブラスのビタースイート・サンバーの曲なんかの権利をその A&M の音楽出版社が持ってましたから、当然その権利をくださいということでお願いをしてたわけです。でそのジェリー・モスがチャック・ケイに、まあ日本からこんなにいっぱいオファーが来てるんで、ちょっとこの全部の会社に会って相手先を決めろと。でも多分どこもみんな同じだろうから、その時は立つ長嶋さんにしろと。長嶋さんっていうのは共同東京っていうプロモーターの会社をやられてて、それまでもそのハーバルパートとか、例えばクインシー・ジョーンズとかセルジオ・メンデスとかアメリカ、その他のやってて、ビートルズの公演も長嶋さんが全部おやりになってたわけです。その、まあ、当然長嶋さんには世話になってるから、長嶋さんに他が同じだったらしろっていうことを言われて、チャック・ケイは日本に来たんですけど、いろいろあってちょうど、あそういえばそのパシフィコン出版というところもオファー来てるなっていうんで僕のところに会いに来たわけです。でその会った時に I'm チャック・ケイっていうふうに言ってたんで、えチャック・ケイってさ、あのクリスタルズのファーストアルバムのバックライナーにフィル・スペクターがサンキューフォーマイセールスマネージャーチャック・ケイって言ってたけど、そのチャック・ケイと同じ人って言ったら、チャック・ケイはもう飛び上がっちゃって、なんでお前そんなこと知ってるんだって言って、もうお前が俺の出版社だって言うんで、そこでまあ嬉しいことに A&M の音楽出版社の権利を我々が取ることができたわけです。で、実はそのフィレスっていうあのフィル・スペクターの持ってたレコード会社の、名前はフィル・スペクターのフィルと、そのチャック・ケイの義理のお父さんのレッサー・シルの2人の名前を合わせたのがフィレスで、ですからチャック・ケイはそのお父さんの関係でフィル・スペクターのレーベルのセールスマネージャーをやってて、まあ、そこでクレジットが乗っかったわけで、で僕と知り合いになって仕事の関係ができたわけです。でそれがですね、チャック・ケイはその A&M の出版のヘッドをやってたんですけど、うちと契約して少しだったらもういいやと。というのはその間に、例えば彼はポール・ウィリアムスとかですね、ロジャー・ニコルスと契約して、要するにポール・ウィリアムス、ロジャー・ニコルスを作家として売り出すのに大きな役に立ったのがチャック・ケイなわけです。要するにチャック・ケイは本当にそのすごいいい耳をしているのと、それから業界にすごい人脈があって、どこにどう頼めば誰がどう動いてくれるかみたいなことをよく知ってたわけで、ですからトミー・リーフマンの自伝がちょっと前に出たんですけど、そのトミー・リーフマンの自伝の中にも自分のそのロサンゼルスの仲のいい友達にチャック・ケイがいたってのことが書いてあって、あやっぱりチャックの人脈ってすごいんだなって、まあ改めて感心したんですけど、というような人で、ともかくそこで僕は知り合いになって、チャック・ケイもあの A&M の出版ですごい活躍してたんですけど、多分もう ある程度すごいあの A&M の出版の基盤ができたっていうんで、俺もちょっとセーリングに行くからやめるわっ
って言うんで、なんでこんなうまくいってんのにって、いやいやもう俺やることは全部やったしって、まあその前に例えばビーチボーイズの著作権を買ったりとかして、本当にやっぱりいい仕事をいっぱいしてたんで、彼はもうある部分やることやったしっていうんで、ジェリー・モスに言ってハワイっていうか南太平洋にセーリングに行ってしまったわけです。で、まあ、会社は辞めてしまう。ところが、まあ、うちはその A&M の出版の日本の窓口やってましたから、時々、まあ、アメリカ行ってその出版のオフィスに行くとですね、やっぱりチャックがいた時となんとなくバイブが良くないんですね。要するにチャックがいた時のダイナミックさが欠けてる感じがして、でこれはちょっとなと思って、まあ、その A&M の人間にね、チャック・ケネディに電話するにはどうしたらいいのって言ったら、ハワイのここのヨットハーバーに電話しろと言うんで、ロサンゼルスの帰りにハワイに寄って、でハワイの空港からヨットハーバーに電話して、チャック、お前がロンドンにいないといつものロンドンじゃないよ、早く帰ってこいよっていう電話をしたわけです。で、まあその電話が元にはなってないと思うんですけど、多分ジェリー・モス自体もやっぱりそのチャックがいないとちょっと出版の部分のダイナミックさがないなっていうんで、まあジェリー・モスもチャック・ケネディを戻して、僕がハワイの空港から電話したっていうのをチャックはすごい喜んでくれて、最初の出会いもあったし、そういうこともあったんで、すごい仲良くなって、僕はともかく本格著作権は日本の権利、要するに例えば A&M の出版と契約してるけど、それは日本地域だけのもんなわけです。ですから例えばその契約期間が切れたら曲はなくなっちゃうし、あるいは、まあ、当時そのサテライト放送とかいろいろ始まってきて、地域っていうものが区切れなくて、要するに全世界っていう形で許諾を出すっていうケースが多くなってきたと。そう、これは日本地域だけを持ってるっていうのはあんまり意味を持たないなと。要するに著作権の契約するんだったら全世界持てるものを取らなきゃダメだと。で、なんとかそのアメリカの作家と全世界で著作権存続期間契約できるような形を取れないかということをよくチャックと相談してたわけです。そしたらチャックが、分かった、お前こういう方法があるとどうだろうと。要するに俺たちでアルモプロダクション、アルモっていうのはそのアルパートのアルにジェリー・モスのモネ、ね、ALMO、 アルモプロダクションという制作会社を作って、そこで制作するアーティストの楽曲が取れるもんはそのアルモプロダクションで取って、その権利を俺とお前とで半分ずつするっていうのでいいじゃないかと。やっぱそれ最高だからぜひやりましょうっていうんで、スチュアート・レヴィンっていうプロデューサーがチャック・ケネディとすごい仲良かったんですけど、まあスチュアート・レヴィンはこの後、シンプリー・レッドですごい大ヒット出すんですけど、その前もクルセダーズとかジャズオリエンテッドなセンスを持った人ですけど、そのスチュアート・レヴィンの持ってるキューリオっていう黒人のグループを、まず最初のアーティストにしようって聞いたらいいんで、よしじゃあこれでやろうってんで、アルモプロダクションというのを作って、そこでレコード制作をして、その制作したアーティストの中で、著作権が取れるものは、アルモプロダクションにとってパシフィックとロンドールで 50-50 にしようっていうことで進めてたわけです。そしたらですね、当然 A&M レコードの中で、いよいよ我々制作部門があるのになんでまたそこに1個作んなきゃいけないんだよっていう声も上がったし、 A&M の管理部門からはロンドールがあって出版社があるのに、そんなアルバムプロダクションでなんでその1位のところに 50% 権利あげなきゃダメなんだよっていうクレームがついたりして、ともかくチャックはとっても辛い立場に追い込まれて、結局79年の暮れかなんかに、一応悪いごめんこれやっぱりアルモプロダクションは無理だわって言って、で俺まあちょっとその責任取って A&M やめるわと言うんで、彼はやめることになったわけです。でもそれやめるって聞いた時に、僕はチャックがこのまま静かにしてるわけないと、絶対なんかすごいことやるに違いないと。というんで、当時うちの会社の社長だった波佐間茂明さんっていう方がいらして、波佐間さんに、波佐間さん申し訳ないけど確か10万ドルだったと思う、で当時のドル円が250円ぐらいだったと思うんで、だから2500万ぐらいか、10万ドルちょっとともかくチャックに預けようと思うんで了承してくださいと言って、でチャックに10万ドルのお金を送って、チャックこれお前ともかくお前にこれ預けるから、
絶対お前音楽出版社やるに違いないから、その時は権利を取ったものを日本地域はうちにしてくれと、その前払い金だと言って10万ドル預けたわけです。そしたらそれがまあ1980年の2月とかそのくらいかな。そしたら11月か12月ぐらいに釈慶から電話がかかってきて、権利取ったぞって言って、そしたら釈慶は実はデビッド・ゲフェンと一緒に、まあデビッド・ゲフェンがゲフェンレコードをスタートした時に音楽出版部門を釈慶に任せるっていうんで、ゲフェン・ケイっていう音楽出版社を作って、そのゲフェン・ケイでジョン・レノンのダブルファンタジーのアルバムの著作権契約をしたと。だからダブルファンタジーに入ってる全曲はお前のもんだって言って、すごい嬉しいニュースで、このあとそのゲフェンレコードから出たクォーターフラッシュとかエイジアは違いましたけど、著作権がうちの管理になったんで、多分そのダブルファンタジーだけで最初渡した10万ドルは簡単にリクープして、要するに前払い金を完済して、ね、なおかつ、追加の印税を我々は向こうに払うっていうぐらいとても素晴らしい投資になったんですけど、この着系とはその後実はウィンドセプトっていうアメリカに会社を作る時にまた仕事をすることになるんですけど、それは多分また他の機会にお話ししたいと思います。このダブルファンタジーがですね、今六本木のミュージアムで展覧会を来年の1月までやってますので、ぜひ皆さんも足を運んでいただけたらというふうに思います。ということで今日ご紹介した曲については概要欄にリンクを貼ってますので、そちらからぜひご覧になってみてください。よろしく。